いどうも、シャンです。今回は私が大学2回生の頃に3ヶ月で30キロ痩せることができたんですけど、どんな食べ物をチョイスしていたのか、どれくらいの量を食べていたのか紹介していきたいと思います。レッツゴー。まずはこちら、僕のチャンネルではおなじみですよね。はい、これはね、オートミールと言います。オートミールの栄養素、見てください。これ見えるかな。オートミールって実は脂質は結構高いんです。でもその代わりに糖質の中の食物繊維ってものが豊富で、 GI 値がかなり低いです。 GI 値が低いと血糖値の急上昇を起こしにくいということで、脂肪になりにくいんですね。スーパーとかでも置いてるところが多いので、ぜひ探して買ってみて食べてみてください。調理方法とかは僕の過去の動画とか見てもらったら何個かあると思うので、ぜひ参考にしてください。で、続きましてこちら、プロテインです。僕が買ってるプロテインっていうのは、いろんなブランドのプロテインを買っているんですけど、絶対にホエイプロテインを選んでいます。まあ、そもそもプロテインっていうのはタンパク質の塊みたいなものなんですけど、まあ、いろんなアミノ酸がたくさん入っています。これを水に割ってシャカシャカ振って飲みます。たまにさっき紹介したオートミールとかとお湯を入れて混ぜて食べたりもします。ダイエット中に恋しくなる甘みも入っております。ぜひ買ってください。続きましてこちら、じゃでん、鶏胸肉でございます。ダイエットといえば鶏胸肉ですよね。皮を外せばほぼほぼ動物性のタンパク質から構成されている栄養素になります。カロリーも低くて脂質も低い、なおかつ高タンパクで腹持ちがいいということで、ダイエット必須アイテムです。だいたい1回に食べる量は、まあ、150g くらいで食べていました。焼いたり煮たり、まあ、いろんな味付け方法がありますけど、僕は塩コショウで食べるケースが多くて、最近やったらこのコストコで買ったこのガーリックソルトサササーってかけてから強火で焼いて調理して食べるみたいなこともやってます。ぜひ買ってみてください。続きましてはこちら、デデン、オイコス。コンビニで最近見かける方結構多いんじゃないですかね。これは高タンパクヨーグルトになります。ヨーグルトは発酵食品なので、腸内環境を改善させるためにもとてもいい食材なんですけど、なぜこれを選択してたかというとですね、見てもらったら分かるんですけど、脂質がゼロなんですよ。脂質が入っていないんですよ。すごくないですか。体脂肪を削る職業であるボディービルダーのジュラシック木澤さん、朝食に選択しているほど超おすすめです。ただちょっと値段が張るんですよ。130円40円ぐらいするんかな。本気でダイエット頑張ってみようかなと思う方なんかはブルーベリー味とかいろいろありますので買ってみてください。続きましてこちら、ブロッコリーになります。野菜の中でもめちゃくちゃタンパク質の割合が高い野菜なんです。でさらに言うと、まあ、ビタミンとかミネラルも豊富に入ってて栄養価もすごく高いんですよね。僕は鶏胸肉とコンビで食べておりました。ブロッコリー食べて減量していってください。続きまして、卵になります。もう僕からくどくど説明する必要ないと思うんですけど、不飽和脂肪酸って言って脂質の中でも脂肪になりにくい脂質が入ってるんですね。でさらに言うとアミノ酸スコア、卵なんと100点なんですね。ハイパーウルトラスーパーフードです。これはもう絶対に外せない食材です。ちなみに私は毎日5個食べていました。茹でたり焼いたり目玉焼きにしたり、もういろいろ調理方法があると思うので、お好みに合わせて調理して食べてください。続きましてこちら、キムチですね。はい、キムチ、これちょっとあのラベルが剥がれてわからないと思うんですけど、キムチなんですよ。はい、腸内環境を整えるって意味でもいいんですけど、僕はシンプルに好きでカロリーはそこまで高くないので、辛みが結構強くて刺激的なのでおすすめです。小鉢1個分ぐらい毎日食べてました。キムチおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今回は学生の頃30キロ痩せた時にどんな食べ物を食べていたかっていうことを紹介しまして、皆さんもダイエットに取り組むようにしていってください。それではまたの動画で会いましょう。バイバイ。